皆さん行きましょう。先日ですね、一本動画を作って社長に見ていただいたんですよね。まあ、あれじゃないっていうふうにご意見をいただいて、もう一回その見直してみたんですよ。まあ、企画から作られてる感じがちょっと違うなっていうふうには思いまして、もっとリアルな部分を見していきたいなっていうふうに思ったんです。で、まあ、どうしようかなってずっと考えててですね、一つ思い浮かんだのが、まずチャンネルを分けるっていうお話をしたんですけど、やっぱりユニフォームネクスト公式チャンネルで野坂と社長のコンテンツっていうのを更新していってもいいんじゃないかなと思ったんですよ。もう6300人の登録者がいるという状態で、それはもちろんお客さんであり視聴者であると。で、その方に見てもらえるし、それだけの登録者がいるんで、インプレッション数も何万って稼げるんですよ。そのサムネを見てもらえる人数。だからこそ、チャンネルは分けない。一つに統合していいんじゃないかなっていうのがまず一つあってですね。その中で、どういう企画をやろうかって考えたときに、まずは社長に出ていただくことの意味っていうのが結構大きいんじゃないかなと思ったんですよ。社長のショート動画の実績っていうのをまとめてみたんですけど、3月から開始して、今10本公開してるんですね。で、10本しか公開しない、たった1分の動画かける10本で、9万7000回、約10万回見られてるんですよ。で、しかも、その社長の動画から77人も登録者が増えてると。社長の動画って、結局商品紹介してるわけでもないんですよね。で、なんか、会社のいいところを言ってるわけでもないと。本当に僕と社長のやりとりを見てくれた方が、面白いと思って登録してくれてるっていう。これって一種のブランディングだなって思ったんですね。で、そこに、注目して考えた企画が、社長と野坂と時々ブランディングっていう。まあ、これ別にタイトルは仮なんですけど、こういう、なんか緩いトークをやりたいなって思ったんです。僕はその本当社長といろいろ話をしたいんですよ。それは、ブランディングってこういうものですかって話もそうなんですけど、会社の未来とか、もう会社をこういうふうにしていきたいっていう思いを、社長ともっと話をしたいなっていうふうに思って、その話ってかなりリアルな話だなと思ったんですよ。だからそこを視聴者の方にこう隠さずに発信していくコンテンツっていうのを作りたいなと思ってて、簡単に言うとラジオ番組のようなコンテンツを作っていきたいなと。いかがでしょうか。まあ、元々は番組に負けた方がいいって話をしてた中で、はい、やっぱその、まあ、YouTube を見てるときにこう流れてくると、とこう興味のある人とない人が分かれてくると思う。実際こう登録してて、あ、見たい動画じゃないって思うかもしれないですけど、うん、それを連発するわけではないんで、うん、そこの塩梅バランスというのはこっちで調整しながらやるつもりでありますので、うん、それで視聴者が離れてしまうっていうのは、あったとしてもかなり少数かなとは思ってます。むしろその増えていく方が多いかなとは思ってます。うん、まあ逆のことはつくかなって思います。で、分けることのメリットはどうなったんだっけ？チャンネルを分ける方がメリットがあるっていう、そのメリットの部分を上回るほどこっちした方がいいっていう結論になったのはどういう理屈で？もともとその分けた方がいいっていうのは指標を作りやすいなっていう話があったんですよね。ただそれをお話したときに、でもやっぱりこのまずうちのお客さんに見てもらいたいよねとか、そういうお話が出てきて、で、その理想を叶えるためにって考えると、どうしてもこのチャンネルを分けたのに発信先が一緒になってしまう。だからどうしてもこう軸を分けたいのに結局一緒になっちゃうみたいな感じのモヤモヤがあって、それだったらもういろんな方に見てもらう、うちのお客さんもそうじゃない方も見てもらうってなると、もともとファンがいるうちのチャンネルでやった方がメリットがでかいんじゃないかっていうのは、それこそちょっと思ってたのは、
今あの統合してずっとやってて、ある程度その社長と僕のコンテンツが人気が出た場合とは分けるってこと、その時に分けてもいいかなと思ったんです。そうした方が正直安排というか無難ではあるかな、うん、スタートとしては、うん、ただそのさっきの話、ただもうゆくゆく分けることを想定しているなら、ね、分けた方がいいんじゃないかなって思った、うん、いやだからもともと俺はほら最初は一緒でいいんじゃねえけっていうのを一番最初に言ってたんだけど、話を聞いている中でやっぱ分けることの価値は高そうだなと思ったのと、素人ではないというか、まあ、素人さんだけど、まあなんかやっと今チャンネル登録1000来ましたみたいなので、もう一個やろうかって言ってる話ではなくて、まああとはそのすげえ人気の有名人がやってる YouTube でもなく、まあこの企業の YouTube として、でまあ今の登録者数とこんだけ、まあ、商品出したら再生されてるっていうのは、会社でやってるものとしてはもう相当レベル高いじゃんって言ってくれてる中で、今このタイミングだとちゃんとチャンネル作っていこうってでやった方が面白いかなってちょっと思ってるんだよね。社長 ありがとうございます。あの実はですね、僕この企画にそのチャンネルを分けるっていう話書いてないんですよ。なんでかっていうのは非常に恐縮なんですけど、ちょっと社長を試させていただきたいんです。試すな。すみません。結論から言いますと、僕は新チャンネルを立ち上げたいんです。めんどくせえやつやな。っていうのも、当初、僕が新チャンネルを立ち上げたいって話をしたときに、うん、社長はいやいや違うと、うん。今やってるチャンネルでやっていこうって話をしたんですね。うん、でそれを、まあ、僕と松浦さんでいやいや立ち上げましょうと。話をして、まあ、立ち上げるようになりましたと。うん、でただ社長って本当はどっちで思ってるのかなっていうのはずっと不安で、うん、だからあえてその当初の社長の意見で僕今話を進めたんですよ、うん、でこれ社長がどういう反応をするかなと思って、うん、それ社長が、うん、いや新チャンネル立ち上げようっていう今すごい、うん、強いお言葉をいただいたので、やっぱりそっちでよかったと、はい、なので結論があります。僕は新チャンネルを立ち上げたいんですけども、でもうめんどくせえやつやね。めんどくせえ、ここまでゼロからやってきてんすよ。わかったよ。いいっすか？いや、いいだろ。今、その話しかしなかったんだよ。そうなんです。で、ただ、そのやる内容としては、前お話したのは、一つテーマを決めてやっていこうっていう、作られたものを作ろうっていう話をしたんですけど、そうではなくて、作られていないものを作っていきたい。これだけは、一つこの始める上でのコンセプトとして、固めたいなというふうには思ってるんですけど。これ毎週更新していきましょうか。ノーテーマってわけじゃねえやろ、やっぱそれはさすがにちょっとノーテーマというか、お互いに喋りたいことを一つ持ってくるっていう感じですか、うん、本当にだからラジオのフリートークと一緒なんですけど、うん、今日はこれを喋ろうねじゃなくて、僕はこれを社長に聞いてもらいたい、うん、社長はこれを逆に発信したいっていうのを話すって感じですか、ね、それはでも野田君はちょっとやっぱ考えた方がいい。いやそれって結構やっぱ大事で、多分つながりもあると思う。その辺のなんかその計算的なものはやっぱりないと、話せる内容はそこで出てくることとかそれでいいかもしれないけど、こういうテーマでとかっていうのはなんかつながりだったりとか、そうな方がいいんじゃないかなと思うけどな。俺らはまあなんかそのただ普通に喋ってればいいから面白くなるかもしれないけど、何かないといけないと思うんです、その得るものっていうものが、その面白さとなんかだけど、なんかやっぱりその忙しい時間をどこに投入するかなんて、みんな経営者で特にそうなってくるから、まあ、なんか息抜き感がありながらも、でもなんかやっぱすげえ学びがあるなみたいなのとかないと、なんかその見ないんじゃないかなと思うんで、うん、そうなるとただ単に喋ってるだけではやっぱ弱くなるかなっていうか、やってるこっちは楽しいかもしれないけど、それも楽しさも大事なんだけど、楽しさだけでやっぱ見てもらえへん。どこまでそのフリーにするかの具合やと思うけど、ある程度社長がおっしゃったのは、そうは言っても野坂君が裏でちゃんと構成組み立ててて、大体落としどころってこのぐらいなんじゃないかなぐらいのは、それはドフリートークは確かちょっと危険やな気はするかな、まあ、基本的に俺ボケじゃなくてツッコミ側のタイプやからな。ボケと思ってました。いやいやいや、そんなことねえだろ。ツッコミ側だろうと考えたって俺は。だから、はい、野沢君があると考えたらね。僕はその社長一人の話が面白いと思ったことないんで。俺ついてたけど、そこで。そうそう、だからそこをうまく引き出さないといけないけど。もちろん。ある程度、素人でやるわけじゃないんで、
ではないところまでこう持っていった方がいい。だからこのちょっとこう熱く、せっかく作った動画もやっぱあかんと思うぐらいで、2日編集に時間かけた動画ボツになりましたから。いやそれぐらい、だからやっぱそのやっぱさ1本目の動画である程度、いやすげえことやってきたのみたいな、うん、っていうのってだからそこ大事じゃないかなっていう。いや社長楽しい動画作っていきましょう、うん、いやいや本当にそんな難しい話してるの誰も見なくないですか、うん、はい、もう本当になんか2人が楽しんでる姿をみんなに見ていただきましょう。いやそれは大事だけど、はい、それは確かに大事だけど、なんかそこにこうそこ持ってるとは思うんだよ、経験を、はいはい、してきたことを、はい、それを価値のある話的なものに、うん、なんかできなくはないと、うんうん、行きましょう。はい。いやいやいや。こけるなら何でもこけた方がいい。そうですね。中途半端が一番ダサいですから。あとカッコつけてるのが全部ダサい。カッコつけてるか。いや僕カッコつけてないです。僕はカッコつけるよ。いやこれなんで。お互いカッコつけちゃダメなんですね。俺はカッコつけてもいいやん。いやダメです。そんな誰も見たくないですね、社長カッコつけです。俺のカッコつけるっていうのはそういうカッコつけじゃないか、そういうなんかカッコいいっていうんじゃなくてカッコよくいたいかが出すこと。ああ50人50人どうぞ。お願いします。